ないわけではないですが、金剛水泉の水漏れと洗面台の高さが低いため10センチメートルほど高くしたいと思い、思い切って交換することにしました。もちろん業者には頼みません。自力 DIY です。この金剛水泉は一度交換していますが、安いのを購入したため水漏れを起こし木が腐ってきて、このままでは大変と思い、洗面台一体型に変更することとしました。中を見ると止水栓もついており、割と簡単に交換できると思います。特に問題ない洗面台を取り替える必要があるのか、何度も思いましたが、何か20年という節目という思いもあり、あまり考えずにやった方が良いと思い決断しました。コーキングで接着した洗面台が外れるか心配です。カッターナイフでコーキングを切断します。割と簡単に切れました。スクレーパーで古いコーキングを剥ぎ取っていきます。洗面台より幅、高さが大きくなり、今度はゆったりとできると思います。一回り小さいものもありましたが、旧洗面台の穴を隠すため特大サイズの洗面台にしました。
度は洗面台を固定するためコーキングを塗ります。水を流してみましょう。いい感じです。水の流れも優しい流れです。水を貯めるときはコップアップ式水栓で押すだけでコップアップします。仕上げは台と洗面台をコーキングで埋め、水対策とビジュアル的に綺麗にします。キッチンタオルか何かある？ティッシュか。養生テープを貼っているので思い切って埋め込みます。乾く前に養生テープを剥がします。きれいに仕上がりました。このあと3日から4日で安定すると思います。いつもベッドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。楽しいチャンネル作りを目指していきますので、ご評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。